さあやっていきましょうか。バイオハザードインフォーマイクが届くなーということで、ね、まあ、届かないので、相変わらずちょっと若干のお聞き苦しい、ね、感じでお届けをするんですけれども、まあ、ご勘弁くださいというところで、早速続きをですねやってまいりましょう。 RE4 でございますね。パート何ぼだ、1,2,3,4,5,6,7 くらいになるのかな、だったかな、忘れてきた。お目覚めでございますか。おはようございます。お手手がなんとかなっちまったなーかー。さあこんな真っ暗な世の中にもかかわらず、真っ暗な世の中、真っ暗闇にもかかわらずね、はい、やばいやばいやばい、浸水してきてる。急いで行かないと船が沈んじゃうよ。でなぜかかかるということで、もうこうなったらもうオールでパチャパチャこごうぜっていうところですよね。ウィーンということで、ハードコアナイフクリアですね、やっていきましょう。前回ね、なんとか1回だけデルラゴちゃんにボッコボコにされたっていうところで済んだんでよかったんですけれども、まあ、結果的にボコボコに、ああ沈んでるというところなんだけど、大目覚めキック。ヘッドガーン、あ、なんか出てきた。あ、お前あれだな、聞こえるか、ちょっとコンドル1、3時間食休みって言ってたな、コンドル。いいな、お腹すいたな。真夜中だもんね、無線中は開けないということで、開けないじゃねえ、調べられないと。でもアイテムを拾うことはできるということですね。さあ、本当よかった、何もなくて。どうやってしばくかだよな。これだってしゃがんだ状態で、あ、だよね、しゃがんだ状態はやっぱ立ち上がっちゃうんだよな、無理だよな。そうなんだすよね。で、こっちの方でアイテムとりあえず、そう、ハーブが欲しい、ハーブが。ハーブがないと、もうそろそろね、ちょっと、終わる可能性があるんだよな。よし、さあ、もう今から賑やかなね、ほんと、新宿、歌舞伎町みたいなところに行こうとしてるからね。いや、もう、いや、逆か。全然あれだね。新宿歌舞伎町はあれだよ、眠らない街って言われてるもんね。思いっきり眠そうな街が来ちゃったけど、あったあった。これはありがてえ。ありがてえ。キンキンに冷えてやがる。オッケー。ちょっと待って、逆にすればよかった。キンキンに冷えてたね。で、ここら辺で、ちょっと待ってね。まあ、まだ別にね、やらなくてもいいんだけど、トゥギン。オッケー。で、意外と、そっか。強化を作れんだったらやっといてもいいかもしれないね。まあ、ラスボスで使うために今のうち貯めておきましょうということだ。あ、でもそうか、強化手榴弾って確か預けられなかったんだっけ？預けられたっけ？無理だよね。預けられなかったよね。うわー、いっぱいのチキン。違う、間違えた。ボーンだ。なんでチキン？思いっきりヒューマンやな。で、こっち進んでいくと、うえい。酔っ払いが。ほら、これ、クラップリマ？俺も食らってる今。しかも、アーマーでやられてる。どうしよう。とりあえず、ヘビーを食べ。ガキーン、あぶね、メリー、おら、まとめて、お始末。ほ、オッケー。こいつ、発狂すんのか、くそ、だと思ったよって、だと思ったよって、そんな予知能力が俺にはなかったから、もうあれだね。ところが甘い、カッキン、なるほどね、こいつの攻撃も弾かすことができるんだな。オッケー。よし。なんとかなった。右手首は押さえながら、めっちゃカチカチ言いながらやったけどね、もう本当に。どういうことだ？まあ、ミギーが頭から生えてきたんです。ただそれだけのことです。ミギーがわからない方はですね、寄生獣という作品をぜひね、漫画で調べていただけたらと思います。映画もやってたんだっけな、確かね。すみれさんがやってます。すみれさんが敵役、兼ママ役で出てきてます。うい、強化で見たマークだな。あ、違う、間違えた。こっちじゃねえんだ。こっち進んでいきましょう。これは何だったっけ？湖だ。ああ、なんだ、ネッシーか。ネッシーがネシネシしてるよ。は、いいんだけど、こっち進んでいって、どうしよっかなー。あっちまで行く？まあ、いっかも、今回は。今回別に、間違えた。こっちじゃなくて、
ダイナマイトボーン戻れるんですけど、ダイナマイトボーンまでも、ああ、でもそうか、宝物がいっぱいあるんだよな。まあでも、宝物別に拾うほどの、あれは、いや、ね、もう全部拾ってるからね、一応ね。村の宝物全部拾いましょうミッションはもう一回クリアしてるから、今回は、ちょっとそこまでお付き合いしてらんねえよっていうことなんで、お付き合いしてらんねえ、チューン、いるねえ。よついのを、て、あいつあれだな。なかなか、あ、じゃあ待って、ちょ、いる。ほい、あ、ちょっと待って、無理だ。あ、いった、すげえ。槍が消えた。あ、ちょっと拾えた拾えてないよね。てかな、すげえでっけえな、なんか、ハンターガモンみたいなのをお腹してるけど、お腹パックリ、パフ。で、こっち行って、で、チョロン。で、こっち行って、チョロン。お金ゲッチュ。そうなんですよね。この地味なお金がね、後から効いてくるんだろうなと思ってる。なぜならアーマーがもうすでに壊れているから。アーマーがマジで壊れたの痛いな。あれってこのアーマーって、あれ回復しなかったっけか。そっか。やっちまったんだな。これは、あ、覚えてねえな。どうだったっけ。こう。あ、違ったわ。あ、どうだったっけ？こうだったっけ？違うね。こうだっけ？あれ？違うね。こう。いや、これは合ってるはず。あ、こうか。違うね。あれちょっと待ってね。弓。あ、こうじゃなかったっけ？あ、これ2回目？あ、普通に見に行ってきます。弓。で、やばいね。弓。上、これは確かあれだ、奥地パックンチョだったから。で、ああ、間違い、そうか。波線3本か。違う。これ、キャンセル。そうだ。こう。で、こうだ。オッケー、開いた。で、取ると、中から、トマトケチャップソースがニュルンと出てくるということですね。最近前までダイエット食で、ドライカレーばっか作ってたんですけど、最近はね、ミートソースの粉に、ちょっと辛めのチリソースをね、混ぜて食べるっていうのもね、ダイエット食としてね、やっぱね、脂質が大事ですからね、まあ、とは言いつつね、ダイエット食とは言いつつ、単に低カロリーのもの、低カロリーじゃねえ、低脂質のものを食べようっていうことを心がけてるだけで、実際はね、今、バルク期なんですよね。8月末まで頑張ってダイエットしたから、8月まで頑張ってダイエットしたから、今は、体重を頑張って増やしましょうっていう時期ですね。年内いっぱいはちょっと、おデブちゃんを目指していこうと思ってます。まあ、おデブちゃんって言い方良くないな。おデブちゃんというのは、体重を増やして、筋肉をよりつけれる体につけ、していくっていう、そんな感じですね。で、まあ、年明けくらいから、また夏にかけて、ちょっとずつ、摂取カロリーっていうのを落としていって、まあ、体重を軽くしていくと。違う。こっちじゃなくて、コケコッコーちゃんたちに会いに行きたい。コケコッコー、お待たせしました。会いたかったよ、ボーイたち。この子たち、まあ、卵ここまでいっぱい置いてくれてるけど、他なんか産んでくれたりとかしないのかな。ちょっとしばらく待ってみる。ベロベットブルー、テレテテ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 。あんまりね、この子たちね、追いかけ回すとね、怒られるからね。ここは特に上になんか吊るされてたりとかないのかな。あ、そうだ。カブトムシって意外と全部拾ったことないんだよね。どこにいるんだっけな。このパート行ったんだっけ。ランクアバスでっけー。大幅に回復できる。ということで、今拾った卵全部食べちゃいましょう。目の前で卵食べられるって彼らどんな気持ちなんだろうね。よし、オッケー。あ、めっちゃ、あ、隣にずずしくいるね。よし、じゃあ、ここで慎重に。ゆっくり。雨も滴るいいよとか。あ、産んでるね、早速。あ、あの子も産むんじゃない？しゃがんだやつ。あ、しゃがんでねえわ。めっちゃしゃがんだと思った。よし。さあ、産んで、超産んで、超、トゥル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 
トゥルトゥ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 。産んだ瞬間にクッキングしちゃう。変態。テケテッテッテ。テケテッテッテ。テケテッテッテッテ。お兄さんね、そんな気が長いタイプじゃないからね。さっさと産んでくれないと一匹ずつ始末しちゃう。てか全部オスなんじゃないの？あ、あれ？これオスって産めたっけ？あ、今産んでんね、これね、彼ね、多分ね。ぬっ、ポコンって、あ、なるほど。これで茶色だったら、あ、ほんやっぱ色なんだ。色で白か茶色か分かるんだ。金玉も数が限られてるってことですね。なるほど、なるほど。でもちゃんと産んでくれるね、ありがたいね。わあ、私の卵取った、私の卵取ったつって。でも、無精卵だよね、多分ね。有精卵ではないよね。きっと。もう、さすがに産まないかな？もう、産むことはなさそうなので、くるっと折り返って、さよなら。でん。ブルンブ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 ンなんだマウスの向きだったのか。波に揺られてほい、オッケー、パチョン、オッケー、ほい、くるっと折り返ってこっち、オッケー、でん、よし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 、じゃあ乗って、さあ最後かな、でーん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 。あ、ちょっと待ってよ。今、キーアイテムは？あー、ピースあるね。ピースは、ラストピ、ん？あー、なんだ。このさ、ピロ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 浮いてんのがさ、てっきり何、何あれかと思った。敵がなんか、うようよしてんのかなと思った。で、ちょっと待ってね。ちょっとでも回復アイテムを、ちょっと仕込んでおきたいので、こいつらを、やっておこう。あーと、あいつかな？あいつも、ほい。で、他にはまだいる？いなさげかな？こっちの方は？あれかな？弾取られると思って逃げてったかもしんないね。メスだったらごめん。弾。私は何も言ってますよ。ブラックバスダイ。ブラックバスダイ。よいしょ。で、こっち。よいしょ。よいしょ。あわわ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 、めっちゃエンジンかかって、ブン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 で、ここ。あ、違う違う違う。もう一個。もう何周やってんだよ、このゲーム。OK。で、ここがまたね、いろいろうにょうにょ出てくるから、まずは素通りをしていきたいんだけど、許してくれるかわからないから、とりあえず素通り。結局素通りしてるっていうね。はい、OK。え？確か来てたよね。いるよね。あ、いるわ。めっちゃいるわ。ほ。あ、はいわ。ういよいしょっと。あ、起き上がってくるね。ほい、オッケー。で、ほい。どっちから来る？あ、じゃあ、右は、右は行き止まりだった。正面でめっちゃ構えてんなぁ、あいつ。これ無理か？知ら？あ、お前が気づくのかよ。あー、やばいやばいやばい。やばいやばい。ほ、おぉ、ドン。これで、なんとか？やられてくれてないよね、無理だよね、無理だよね、無理だよね、そうだよね、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はまいってなんだ、はまいって、あばい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 、プルプルする、プルプルする、あーだよね、だよね、思った、そう思った、うにゅうにゅするなって君は、うにゅってるもん、で、あーやばい、火つけやがった、火つけやがった、投げろ、さあそして自爆したまえ。ドカーン。なんだよ、食らってねえのかよ。おら、おら、おら、
おら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 、火つけ火つけ火つけ、バイバイ。これはそんな予感がした。ほほ、あててててて、あれあれあれ、カキーン。ふふ、あててててて、あー、オッケーオッケーオッケー、跳ね返り大丈夫ですね。とい、で、アイバエソーさ、どっかに、どこに来る、こっち、こっち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 、あはー、めっちゃ正面いるわ。ほっ、あぶれ、ほっ、あ、どこ行ったどこ行ったどこ行った、ほっ、ほっ、オッケー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 、メレイ。あ、ちょ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 、ふっ、ほっ、ほっ、あ、こいつ体力高っ、ほっ、オッケー、足ちぎりの、うにゅうにゅしいの、そんなことさせないの。で、こっち行くとあれだな。よしよし、バレてないバレてない。あいつは、下から、ゴンザイモンです。まずは一匹目、ドゥン。よし、燃える、燃えろ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 。うわ、めっちゃ来てるわ。あれ？あ、賢いな。ちゃんと火がなくなるまであれなんだな。全然賢くなかったこいつ。あー、ちょっと待って、セクハラです、大のセクハラ。うん、ちょ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 、あれ、お前味方どこ行った、味方どこ行った、味方どこ行ったの。あ、そういうことか、はがいじめこの野郎。バイバイバイ、ミスターダイナマイト、ミスター2ダイナマイトがいる。あ、違う、ダイナマイトじゃなかった、普通に。あれ、今、あれ、普通に今あれだな、クリ攻撃技でもいけたな。あっちゃ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 、焦げすぎだろお前。な、ナイフでなんでそこまで焦げる。おー、触手やろう、触手、触、ちょっと待って、ちょ触手やろうパート2はダメです。あれ、触手、あ、見事よかった、触手やろうパート2は。あ、ちょっと待って、急にたくさん、急に、あ、いて、あ、危ない、急にそんな、元気ならなくてよろしい、元気ならなくてよろしい、元気キック、よし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 、ふっ、よっ、ふっ、ほっ、オッケー、よし、うにゅうにゅうしないよね。あら、これ、やられてる、ちょっと待って、やられてるの、オッケーオッケー、おー、いやー、やっぱ白熱しますなー、ほんとに。こっち、あ、めっちゃいるわー。あ、普通に、はいはいはい、足元に投げちゃって、そして自爆しちゃって、ドゥン。足痛いよね、痛いよね、そうだよね、これツンツンしてあげる、ほら、奈落乗せて気持ちいいだろ、ほら。いる、あー。うわー。おねえみたいになってる。で、こっちは、あーるね。ゲイ、ティーツ。ほんでからに、ルルル。ルルルル。あ、もう覚えて、本当に覚えてないよ、これ。よし、記憶の奥底に眠っていた俺のこのゲームを愛する力が勝った、おりますね。愛するんだったらね、もっともっとスマートにクリアしなさいよって、完全なる肉弾。あれ、敵追加だっけ。あっ、ちょおっさんさん、まあ、こんだけいろいろ激しく怒ってるのになんで気づかないんだ君は。なんだってこれ君は、私が変なやつ、めっちゃ燃えてるやつおる。ヒカキン、ほ、そんな大振り野郎に私が負けるわけなかろう。ほら、お顔パックン。あ、完全に灰になって燃え尽きた。あ、ちょっと待って。あ、やばい。お前、それはダメ。それ、あ、ちょ、カッキン。よし。なるほどね。こっからあれなんだね。お首パックンチョじゃなくって、あ、頭パックンチョで来るんですね。で、これ、あ、ちょっと、いたのかよ。ほら。あ、もう、ちょっと、言って、あ、届くんかい。ちょっと待って、あいつを相手にはしてられない、からこれを食べます。これは全部回復しそうだな。あー、マジか。ほっ、ガッキン。ほっ、オッケー。
もう肉弾戦、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 もうもうそこ、こうなったら、こうなったら、やり返す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 。オッケーオッケー、まず痛い。ワンダウン、ツーダウン、スリーダウン、スリーダウン。おめえさん、痛っつい、ピーターツー、あちょ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 。おめえさん、あれだな。左、ちょ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 、落ち着け、カウンダウン、カウンダウン。落ち着くんだ、落ち着くんだ。あの、なんか、危ない状況になると、あの、すぐに叫びたから、薬をやめよう。痛い、危ない。ふい。さあ、回復薬、現地調達してもすぐなくなっちまうんだから、ほんと。まあ、あれだね、需要と供給ってやつだよね。ってことで、これで二つ目取ることができたから、行こうか。ベン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 。で、これで、あの、あれを収めに行くんじゃなくって、あのね、こっちで取り忘れてるね。そう、ここ。こいつをやっていきましょう。OK。キリッキザーで、くるっと取り返って。で、ここ、確か落としたやつが、あれなかったっけ？落としたやつはないざんすか？ガチャコン。オープン。テレレレー。あー、なるほどね。で、こ、あ、ちょちょちょ。あったあったあった。これ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 。落としたやつを、アレクサンドラ。で、ここにはないよね。あれ？トレジャー。トレジャーなんか二つも取り忘れてる。一回戻るか。ふっ、着地。癖のある緑の食べ物はパクチー。よし、こっち行こう。まあいいか、どうせ帰り道だしね。って言ってまだ倒してなかったやつがいたりとかしたら、それはそれで発狂するんだけど大丈夫かな。ホイットニー・ヒューストン。で、こっち進んでいって、まあ、さすがにおらんぜよ。そうだ、忘れてた。ここら辺上なんかプラ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 してたよね。こっちか。あれ？プラプラ？プラプラ？アマプラ？こっち。あれ？ここ？ここ？行き過ぎてないね。行き過ぎてないね。あれ、どこだ？あ、この下か。あ、じゃあ、めっちゃ目の前にあったわ。ほい。ちゃくちゃ、あお、行き過ぎ、行き過ぎ。あー、なんだ、あ、でも、あー、キーか、いらないんだよな。まあ、金にはなる、あ、ちょっと待って、スピンか。金にはなるんだけど、今、その、急を要しているかっていうと、微妙なところなんだよね。あれか？あれだな。でん。よし、オッケー。くるっと、あー、銀トークン。オッケー。銀か。金が欲しいな。しかも、銀トークンは、売却ができないから残念なんですよね。じゃ、ガチャコン。ガチャコング。最後か。トゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥトゥトゥル。で、どこまで戻ったらよかったんですか？ここ。お戻りランス。危ねえな、あれ。あれに引っかかって、やられちゃう。ゴーストシップで、悪魔に裏切られた。悪魔、死神に裏切られた。女性みたいな感じになってるけどね。うい。船の富を全部手に入れようとしたね。結果ね、男に走ってね。やっぱ結局裏切られるっていう、そういうあれなんですよね。あ、そっか、古い鍵閉まったな。古い鍵あれで、ここに行って開けるところがあるんだったな。もう、まあ今回ちょっとまあ別にいいかと思っちゃったんで、一旦もう飛ばします。時間の都合もあるしね。はい。まあ、本編に必要かどうかっていうと、まあ、別に必要ないからいいかなと思って、時間を無駄にした。そうなんだよね。無駄にしちゃったよね。そうなんだよね。じゃあ向かっていこうか。あれ、これなんだったっけ？これは？金色の玉。ああ、金色、ああ、さ、金玉売った方がいいのかな。悩みどころだな。ごめんね。ちょっと、喉の調子が。よいしょ、よいしょ、ってこと、これ、てて。さあ、こっち向かっていこうか。おかえりもーす、ウルガモス。あ、なんかいた？今。あれ？ちょっと待って、いた気がする。あれ？あれか。で、いたね。で、あっちの方にもいるんだよな。ほい。あ、届いてない。オッケー。違う？あれ。気のせいか。回復薬はね、もう次なるボス、頭の大きな骸骨から生まれた息子をちょっと倒さなきゃいけないですから、ちょっと待って、これ、あ、違うわ。
え？あ、ただの光の反射か。ちょっと待って、やられちまった。ってことは、あれちょっと待って。違うんで、違うんで、違うんで。ピピー、ピピー、ピピー、どっかにいなかったブラック。あ、いた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 。君が欲しい。君が欲しい。オッケー、よし。よし。じゃあ、オッケー。霧のないところ、あ、じゃ、霧がいいところまでやってこれたんで、一旦ここでセーブして、次回、ちょっと白熱した戦いをお見せできるのではないかと思いますんで、ぜひね、お楽しみいただけたらと思います。ちなみにこいつ、あれ、パリ、あ、ここで古い鍵使えたわ、普通に。パリできるのか？ね。パリできるのかどうかがちょっと謎なんだけど、パリできなかったら終わりだよね。ひたすら潰されておしまいだもんね。あおんちゃんがやってくれたらいいんだけど。よいしょー。戻ってまいった。はい。あんたのやってくれると思ってた。あと10。あ、じゃあやっぱ売っちゃうか。売ったらマチルダが手、あれ手に入るもんね。ということで、素材数手に入ってるの。ブラバーがいっぱいある。これは2個いらないって、こっちも売っちゃって、1000個はあれだし、キッチンもいらないよね。で、金玉、あったあった。これ2つ売って、あ、そこランカーも売っちゃう。あ、どっちがいいんだろうな、でも金、え？大きく回復する。大幅に、大きくと大幅ってどっちなんだ？まあでも売っちゃうかはもうね、何かしら結構使うだろうっていう話だもんね。で、何よりも、こいつ。よしよし。で、マチュージャスター。え？ああ、なんだなんだ。出し惜しみしちゃってくれてさ、いっぱいあるでしょ、ほんとは。ほら、21個もある。注意的ん。オッケー。こいつの手に入れとくか？ねえ。なんか、ライフルだけプレイみたいな感じの。まあまあそんなことです。購入。あ、ワケットランチ。ジャケ高いねし。はい、ありがとうございました。じゃあ、まずはこいつで。おいおいおい。おいおい。違う。あれ？なんでこっちになった？ストックと、まあ、パーツ着脱。マチュール。オッケー。これで3発。ベッ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 っていう感じですね。まあ、どこまで失っていくかあれだけど。知らん？キャッシュバック。はい。ということでね、今回ちょっと長くなりましたが、最後まで動画をお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。次回白熱のした戦いをお見せできるかと思いますんで、乞うご期待。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。